さて、3年、つまり皆さんの左手に見えるのはホテルミラコスタ、メディテレーニアンハーバーが誇る豪華なホテルだ。この港町はポルトパラディーゾと呼ばれていてね、本当に気のいい連中ばかりが出迎えてくれるんだよ。それから前方の港はエクスプローラーズランディングといって、かつて勇気ある探検家たちが新しい世界を求めて航海に旅立ったところなんだ。すごいね。安心や要塞の中をじっくり探検してみると面白いので、なんかあるんだよ、忘れちゃったけど。水かかれちゃない。